はい、おはようございます、ゆうです。ということで今日はついに日本選手権当日です。やっと日本選手権当日が来ました。待ちに待ったこの日、ついにやってきました。今日5時半に起きました。もともと8時に起きる予定やったんですけど、2日前ちょっと寝不足にして、前日結構寝るために結構早く寝たんですよ。11時半ぐらいに寝て5時半に起きたんで、まあいつも通り6時間っていう感じですね。めちゃめちゃしっかり6時間寝れたんで、全然眠たくないです。めちゃめちゃ冴えてます。まあ起きた感覚としてはもうだいぶいいんじゃないかなって思ってます。アンフレーバー、ノンフレーバーですね。はい、ノンフレーバー飲みます。試合前の食事としてアップ3時間前ぐらいに食べようと思って、10時ですね、10時にしっかり食べるんで、その前にちょっとお腹空いたんでプロテインとバナナヨーグルトだけ食べます。で2時間後、今8時なんで2時間後ぐらいにしっかりご飯食べて試合行きます。まあ1回目のご飯はちょっと軽めに。いつもはヨーグルト結構キウイで食べるんですけど、今日は試合前なんで炭水化物ってことでバナナで食べます。練習とかやったらスパッツ履くんですけど、試合の日はランパンなんですよね。なんか可動域広がる気するんですよ。なんかスパッツより、スパッツって結構締め付けられてるん で、ランパンって結構動く感じがするんで、社会人になってからランパン使ってます。それじゃあいただきます。遠征の時よくゆで卵食べてるんで、今回もゆで卵にしました。試合の日は、エネルギーチャージで炭水化物を取り入れるために、まあ、今回はうどんと米にしました。この前も試合の時5本指入って感覚良かったんで、今回も5本指で試合出たいと思います。指使えるんで結構走りやすかったんで、今回も使います。はい、準備できました。今日意外と落ち着いてて、なんかいつも試合の時とかでかい試合の時って、まあ、勝手に気持ちが上がってもうめちゃめちゃテンション上がるんですけど、まあ、テンション上がってるんですけど、まだ冷静で入れてるかなって思います。で僕2年前社会人1年目初めて全国大会に出た時、まあ、全日本実業団やったんですけど、その時、まあ、予選は全然大丈夫やったんですけど、決勝、予選決勝日が分かれてて、1日目予選があって決勝2日目なんですけど、2日目の決勝の日、もうほんまに初めて、人生で初めて頭が真っ白になったっていう感じで、もうテンションが上がりすぎて、もう興奮しすぎて、もう何も考えれなくなって、走り幅跳びの、まあ、試技、1本目2本目3本目っていう飛んでいく間に時間あるんですけど、1本目と2本目の間とかいつもやったら修正したりいろいろ考えたりするんですけど、もう何も考えれなくて、もう考えなあかんって思ってるんですけど、頭が全く回らなくて、もうテンションがほんまに上がりすぎて、ずっとただただ興奮しすぎて、その年ワースト記録の記録を、まあ、そのでかい大会で出してしまって、うわメンタル弱いなってその時思ったんですけど、でその時にやっぱ学んだのが、平常心が大切やなって学んだんですよ。テンション上がって緊張感あるとか全然いいんですけど、冷静さを失ったらあかんなって、平常心が一番強いなと思って、でそれからやっぱ大きな試合でも平常心を心がけるようにしたら、まあ大きな試合でも自分の力を出せて、まあ結構その日その年のシーズンベストとか、まあ、シーズンベストに、ベストに近いぐらいの記録を大きい大会で残せるようになったんで、その経験を生かして今回も平常心を心がけたいと思います。昨日皆様からの、まあ、コメントを、まあ、コメントや DM を、まあ、読ませていただいて、いやほんまに胸が熱くなりました。ほんまにいつも応援ありがとうございます。もう頑張ってくださいとか、ほんまに応援してますとか、一番応援してますとか、もういろいろいただいて、
僕は今は支えられて、まあ、ここにいるんだなっていうことを改めて実感しました。まあ、そうやって支えてもらった皆さんに少しでも恩返しをしたいなと思ってます。まあ、それは僕が結果を残して活躍すること、それが皆様の一番への恩返しかなと思うので、今日限界突破して自分の殻を破って日本一になってきます。ずっと、まあ、YouTube を始めた時から日本一を目指してやってきた、まあ、本当にそうで、もうずっと日本選手権で活躍することだけを考えてやってきました。だから自分を信じて日本一になってきます。最後まで諦めず、諦めの悪いレースをしたいと思います。まあ、今回の、まあ、試合のプランとしては、まあ、いつもそうなんですけど、まあ、無難に記録を出して残るようなタイプでもないので、1番だけを見てただただ思いっきり攻めます。全部ファール、もうそれでも一か八か、もうそれぐらいの気持ちでぶつかっていきます。ほんまにただただ思いっきり飛びます。そして楽しむ、最高の舞台で全力で楽しみます。心から楽しめたら結果がついてくると思います。自分を信じて全力で楽しんでいきます。それじゃあ日本選手権行ってきます。試合終わりました。報告は家に帰ってからさせていただきます。ほらほらほら、いただきます。うまっ。高知料理に一人出ていなかった。今日は良かった。うまいマジで。ウニうまっ。今日特に試合終わったね。はい、帰ってきました。それでは結果発表をしたいと思います。結果はこちらです。 7m91、 6位です。ベスト更新しました。やっと更新できました。ついにやっと更新しました。1年9ヶ月ぶりにベストを更新しました。よし。いや、ほんまにもう皆さんにYouTube 始めて、まあ、今シーズン、9試合出て、で日本選手権合わせて10試合なんですけど、日本選手権前までの9試合いいところを一回も見せれずに、もうずっと悔しい思いをしてきたので、やっとベストを出して皆さんに笑顔で報告することができました。いや、もうここまで結果が出ない時からずっと応援していただいて、ほんまにありがとうございます。僕の支えでした。いつもコメントをいただいて、励ましていただいて、そしてやっとベストを出すことができました。ほんまに皆さんの応援があってのことやと思います。ありがとうございます。まあ、今日のちょっと振り返りをちょっとしたいなと思うんですけど、まあ、正直まあベストが出たんで何とでも言えるじゃんってちょっと思うかもしれないんですけど、正直アップをしている時にベスト出るんじゃないかなって思いました。もうめちゃめちゃ調子が良くて、自分で力を使わなくても進む感じがあって、
足が前に出るっていうか、力を入れずとも、その感覚があって、で、そして、めちゃめちゃ反発をもらえるっていう。で、しっかり重心を乗せることができて、で、しっかり、お腹の方にも力が入ったんで、これは踏み切れるぞという感覚があって、アップの時点でめちゃめちゃ調子がいいと思いました。で、助走練習してる時に、あ、結構いいかなって。試合が始まって1本目、7メートル78でベストやったんですよ。でも、まあ、追い風参考やったんですけど、もうそこで、結構流れを作れたかなと思います。1本目にベストを出せたっていうことが今回の、まあ、7m91 を出せた要因じゃないかなと思っています。試合終わったらだいたい試合の感想をノートに書きます。ほんまにちっちゃいことでもいいので、その日感じたこととか、朝起きた感覚とか、あと会場の雰囲気とか、ほんまに思ってた感想をとりあえずひたすらノートに書いて記します。結構試合の日の感覚って大事で、そのピットに立った時の気持ちとか、そういうのを結構細かく書いていきます。はい。で、技術的なことも書いていったりします。試合終わりは砂で擦れて太ももがめっちゃ痛いんですよ。痛っ。お風呂浸かるとき、試合の日だけマジで地獄。バグシェイク。はい、ということで今回の動画は以上になります。今回ベストを更新することができましたが、目標の日本一には届きませんでした。今年は日本6番でした。明日からまた日本一に向けて頑張っていきたいと思います。最後にですね、よかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。